アブソリュートデュオは、ヒーラギ・タクムによる日本のライトノベル。イラストは、朝場優が担当。MF 文庫 J から2012年に刊行開始された。2014年12月時点で、シリーズ累計発行部数は50万部を突破している。ナディエ・シンイ一郎による漫画版が、月刊コミックアライブ2013年7月号より、連載された。 原作が2巻の時点で漫画化決定し、月刊コミックアライブ史上初めて、漫画版初連載から2号連続で付録がついた。精神力によって、自らの魂を具現化させて、武器を作り出す、この置き場の素質を持つ者に戦闘技術を教える、学校、空両学園に入学した、主人公、心へ通る理ール流しかし彼は、通常武器の形を取る、この置きが、 防具の形をとって現れる異能の存在だった。そして、空両学園に足を踏み入れた。彼は、謎の銀髪少女ユリエシグトゥーナと出会う。2014年7月にテレビアニメ化が発表され、2015年1月より3月まで放送された。北米では、ファニメーション、オーストラリアでは、マットマンエンターテインメントがライセンスを取得している。 アブソリュートラジオ空オ学園放送部のタイトルで2014年12月26日から2015年4月10日まで、お泉にて配信されていた。パーソナリティは、山本希望、山崎春香、今村彩香、諏訪彩香。アブソリュートデュオ、声支社の、エクシードカーニバルのタイトルで、AMG ゲームスにより、モバゲーで2015年3月11日より、 ソーシャルゲームが提供されていた。2015年9月30日をもって終了した。ありがとうございます。